日。ありがとう。よっ。はい、こんにちは、ビーダーズグループフォートです。じゃあ自己紹介お願いします。はい、僕です。お願いします。よっしゃ。よいしょ。夏福神ですね。お願いします。はい、こんにちは。はい、そして、春竹です。よろしくお願いします。こんにちは。よいしょ。まぁ、ちょっと、今日は幹部大集合ということなんですけど、まぁ、ちょっと、処理より、今、遅れております。はい。はい、二人じゃなく、今日は、四五人になるのかなと思うので、うん、皆さん、まぁ、ちょっと、ゆっくり待ちますか。ね、まだ時間、1時間ありますから小話を一つしておきます特に何もないですけどね、はい、はい、まあちょっとゆっくり待ちましょう。レジさんもこの後なんかすぐ来るみたいなんで、うん、全然大丈夫ですね。はい、まあ最近あれですが、今年度は今日の放送でラストということになるんで、はい、一応幹部の、ね、はい、幹部の方をちょっと お誘いしたわけなんですけどもね。 いやもう感傷やばいっすね。感傷俺感傷になりましたね。なったっすか。なりましたね、多分俺もういきなり来るですもんね。いきなり来ましたね。32年間なったことないですけど、32年目にしてついになっちゃいましたね。なるほど、蓄積されたっす。蓄積されました。30年間ずーっとめしべとおしめを拒否してたんですけども、うん、ついになっちゃいましたね。きついっすね。きついっすね。音竹問題について。音竹問題について。あー、出た。不倫ですか。なんかありますね、不倫。ご存知ですか。知ってますね。はいはい、なんか、はい、なんか不倫が発覚したけど、なんか5人ぐらいと不倫してたのかっていうね。なんかあれですけど、僕ちょっとネットで見たんですけど、うん、結構あの、なんていうんですか、小綺麗な方とね、なんか一緒に写真とか撮っちゃうみたいな感じらしいです。いや、すごいっすよね。本当に。いや、俺なかなかすごい、まあすごいですよ。あの、でも本当にどうしてたんですかね。それこそ本当書いてありますけど、コンドームどうやってね、今つけたのかどうかわかんないですけど、ね、つけていただくんだよ。マジどうやってやるんですか。つけていただくんだよ。それは本当に。あ、リーダーよ。あ、来られました。よいしょ。遅くなりました。よいしょ。リーダー、音竹さんってどうやってコンドーム付けるんですか。いや、本当にそのだからその話題でもうやばいです。いきなり30分話せるんです。あ、そうだね。でも多分コンドームは口でピッてやって、で、で、そのまま置くでしょ、うん、はい、で、でもあとはもうローリング。ローリング。だからもしかしたら奥まで行かないでしょ。そう、だからもしかしたらそのつけてる最中に行ってしまう可能性はあるかもしれないよ。すごいっすよね、やっぱ。でも、うん、あの人すごいっすよね。でもなんか数々俺聞いたことあるな。なんかお客さんから、前のお客さんから、その湘南の海で、あの、はい、まあ、女の子が遊んでて、したら、うん、あの、なんだっけ、その電動のなんか車椅子みたいなあるじゃん、はいはいはい、あれで、その浜辺のなんか、要は硬い、なんていうの、そう、砂浜と、そう、海の家がある間のなんか防波堤と堤防みたいな、あそこを、あの、要は何、水着の乙武さんがピーって走ってくるんだって。で、こういうナンパして、水着は着てるんですか。あ、水着はやっぱ着てるみたいな。そうで、なんかその声をかけてくると、しかも一人でナンパしに来るって俺聞いたことある。犬とかはいないんですか。それはなんか犬で釣るみたいなやつでしょ。なんかそんな授業いましたね。犬で道具です道具ですみたいな。なんか言いましたね。でもなんかちょっと聞いたら、あのクリスマスと正月旅行をね、なんかはい、男二人で行くって言ってたのは、実はなんかそれは女性の方と行ってたらしいですね。そう、でもどうするんですかね。あの、実際普通に考えたら、そのまあ大きい方してトイレとかで拭くことも多分できないですよね、はい、ああ、なるほどね。そのね、奥さんに多分やってもらってると思うんですけど、おそらく、うんうんうん、でも怖いわ、なんか付き人が、うん、付き人いるじゃないですか。いるんですか、ね、力士風が。でもなんか、あの、僕も噂ですけど、はい、歌舞伎町のそのホストクラブにも、あ、ホストクラブじゃねえや、キャバクラとかにもなんか少しね、来られるようなことは聞いたことありますけどね。まあでも、お酒を飲む席の付き合いってのはでも絶対あるからね。そうですね。どうなんですかね、まあ、影の動きをしてくれてる人はいるってことだもんね、必ず。いや、絶対いるとは思うんですけど、うんうん、
どこまでがあれなのか分かんないですけど、ね、そうだから逆に言ったら全てが全部、まあ、そういうこと浮気とかそういうのって今良くないことだと思うけど、はい、そのなんだろうな、まあ尊敬できるところはあるよね。いやまあそうですね、その言い方は、まあ、あれかもしれないけど、すごい AD っぽいよ。俺も AD っぽいよ。あれ、ちゃんとめくれよ。自己紹介しなきゃ分かんない、誰か誰か何も言わなかったけど、すごいAD っぽい、なんだろう、その側の人ですよね。あのパーカー、パーカーともこのギャップは絶対そうじゃん。あ、おはようございます。おはようございます。あやと官房されてよいしょよいしょ、おはようございます。とある情報では50人以上いる、あ、女性ののね、はいはいはい、なんだ、うん、あららら、すごいですね。でもすごいモテるらしいですね、あの人やっぱり。あ、うまいですね。めちゃめちゃモテるっていう話は聞いたことあります。頭はやっぱいい、ね、頭いいんですよね、うん、きっと。まあ、まあ、ぶっちゃけた話ね、なんかあの本出してあれめちゃめちゃ売れたんで、まあ、お金もね、まあそう、余裕かなりお持ちだと思うので、印税やばいっすね、印税やばいと思います、絶対に。でもなんかその奥さんのコメントね、もう載ってたじゃん。はい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 、謝罪文みたいなやつね。そう、なんか私にも一理ね、あの、まあ、夫婦である以上みたいな、そのなんか、うん、まあ、それもで作られたのかは分からないけど、そうですね、うん、絶対子供いるから離れられないんじゃない。そうなんだよ。だからさ、それもあるんですよね、絶対ね。子供より男の子供いたらほら。だからまあその、ね、うん、だからそういうことを起こしてした、まあ、男の人がいるでしょ。じゃあ片やそのまあ片割れの、まあ、女性がいて、ほら そこでだけだからまあ話は収まったかもしれないけど、ほら逆に男も大概だったら女も大概だったらさ、炎上する狩野英孝みたいなもんね、まあそうですね、話にもなるわけだから。そこまで大きくなんなかったのは。たけさんもね、やっぱ。俺、崇拝してるんですよ。うちのたけさんも、やっぱ。うちのたけさん。春のたけもやっぱ。春たけさんも。そうですね。あの、不倫はまだしたことないですけど。5人もいないですね。いや、すごいですよね。なんか、だけど、だけどトレンドキーワードみたいになってますね。不倫とかがなんか。多いっすね。多いですよね。だから、あんまりこうね。なんかあれなんでしょうね、被害を大きくしないためにああいう風になんかあの夫婦でコミットしたんじゃないかみたいな感じも言われてますけどね、うん、でも子供そうだね、3人もいるんだもん、ね、3人もいる、すごいっすね、結構大きいんじゃないですか意外と。春竹が今流れてる感じじゃないですからね、俺しかも春竹ゴムつけれます、はい、基本的に言ってもつけないです、つけれま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 す、つけますけど、あの、つけ方忘れました。ローリングローリングっていう方法があるんだけど、ローリングは一人でやるときにできるかな、できるかなみたいな。でもそう、行くタイミングでもそのピピピってなるときあるでしょ。あの、ね、放射状になるから、ね、そうそうそう、放射状になるときある。ワイパーみたいな感じなる時あります。それか水入れてこう、落下させて落下式のやつ。落下式のやつ、落下式のやつ。もうあ、でもだからあの変な話だから、あのね、なんか聞いたことあるんですけど、そのあのまあ変な話、まあね、その両手があの、うん、ないので、まあ要はそのソロ活動ができないんですね。だから本当にあのもうすごい溜まっていく一方らしいですね。おー、やっぱりまあ自分でこうどこできないのでね、うん、まあ、デュエットデュエット以上、デュエット以上、そう、デュエット以上、そうですね、カルテットかもあるかもしれないですけど、ワルツとか、ワルツなんか見たいですよね、わかんないですけどね、僕はあまり知らないですけど、うん、そう見たいですよ。武井さん捕まったらどうするって感じですか。あ、たまったらですか。あ、たまったら、たま、いや別にそれは一人でやりますよ、別に全然一人で。本当ですか。はい。本当ですか。いや一人でやりますよ。でもまあ、でも32歳でもやっぱり性欲と劣れないもんですね。うん、はい、なんかあれですけども、まあ、ないわ、いきなりバチンってくるらしいですよ、その、え、マジで、なんか怖いんだけど。聞いたことありますよ、ね、もう僕の知り合いっていうか、もう同年同級生の友達とかも一切ないらしいですね、うん、え、本当一切ないです。いや、ま、欲が来ないと。あ、欲が来ないです、もう子供生まれても普通に家庭を持ってらっしゃって、もう一切ないって言ってました。あ、もうあの、奥さんとも一切ない。
絶対家で寝てる時なんか座禅とか組んでこういう感じの寝方んじゃないの。もう悟り開いてるってことでしょ。要はもうなんかもうお母さんになっちゃうらしいですね、やっぱお子さんが生まれるとどうしても。ああなるほど、ね、だから女性としてなんか魅力がなくなるんですよね。そうですね、うん、そうなのであんまりこうやっぱりないって言ってましたね。だから向こうもこう来ないって言ってました、ね、なんか家族に本当に家族になっちゃうからなんかあれらしいですけど。なるほどね。どうなんですか。でも前なんかそういうなんか酔っ払った席で同級生に1回アンケート取ったんですけど、うん、子供が例えばじゃあ2人欲しいってなって、じゃあ2人生まれた途端にチンチン切り落としてもいいかって言ったら、8人中6人が切り落としていいって言ってましたね。マジですか。いやもういらないって言ってました。でもやっぱりそういうのなるらしいですよ。でもそうなのかな。でもなんかあれじゃないの、なんか洗い物とかさ畳む時とかも私もやるみたいな感じになるんじゃないの、男の人もパッてやったら。ううあれ、あれ、ああなくなるからか、あそうそうおかまになっちゃ う, そ う, そ う, そう発想がすごいよ。発想がすごい。家事とかもなんか進んでやんなきゃいけない。びっくりする。本当に拾われなかったらもうとんでもない。びっくりじゃないですか。すげえ巻き火しまいてくっすね。でもちょっと今来るまでに急いで俺走ってたからのなんかあれだよね、走ってきたんすか。そうさっき多分外で俺を見た人とは思えないぐらいのびのび喋ってる俺は今。あ本当ですか、うん、かなり急いで来てくれるんですか、うん、走るのきつくないですか。いやもうな内ももやられるっすよ。内もも内ももやられるっす。内ももやられるっす。走った俺股関節からやられるタイプだから。ジンジンジンそう立てなくなった。一回サッカーやって走って全力疾走して止まれます、うん、いやいやピタンみたいな。いやいや無理だよ。あできないっす。打線は欲しいよね。ちょっと 20m ぐらい欲しいっすよ。危ないから。だって俺フットサルやった時に止まれなかったっすもん。ボール追い抜いたっすもん。俺追い抜いて、ここっていうのは分かったけど、フェンスにぶつかったっすね俺。自分がゴール、自分がもういけなくてやばいっすあれ。俺もフットサルやった時はボールに一回も触ってないっすね。触れなかったよね。やった時触ってないっすね。俺もあったっすね。それなんかビックロの上かなんかで あるじゃないですか。え新宿のビックロの上にフットサルのコートがあって、まあ時間貸ししててそれで一回やったことあるんですけど、はいはい、まあその前、まあ、違うお店行った時にお店タイを見せたお店で。うんうん、やってなんかホスホスの企画かなんかでやって、はいはいはい、でやったんですけど、まあ、1時間ぐらいから借りてやったんですけど、うんはい、俺出たの2分ないっすね。あそうなんすか。はい、早っ2分出てないっすね。でもフットサルは一応あれだよね、まあ、1人が抜けてでも自由交代だからね。そうですね。俺ずっとやじ飛ばすだけっすね。頑張れ。先週以上にはポカリめっちゃ飲んだっす。応援しすぎて声からしちゃって飽きちゃった途中で飽きて俺2分しかその自分が動いたカロリーよりもカロリー取ってんじゃん。いやもう本当に2分ぐらいして出たんで俺サウナ行ってるっすよ。やったかやったか。反省会とかそこでみんなにするんでしょ。あの時お前がやればよかった。一人でサウナ行ってタバコの本数だけ増えたんすよ。あ、ルイさんの全力疾走みたい。あ、それで、それのおかげで外跳ねになってます。風で、あ、風で受ける前に受けたらまんまになっちゃう。面白いですね、今日も。まあ、それだけ。ありがとうございます。今日も、はい、今日も面白い。扱い雑扱い。今日も面白い。なつさん、運動嫌いって聞くんですか。運動嫌いじゃないっすよ。むしろ得意な方じゃないんですか。なんですけど、やっぱイメージがあるじゃないですか、こう。あ、いやいや、イメージ通りに体が動かない。神経、自律神経いかれてる可能性ある。それだってそれだけで言ったらもうやった、いよ、なんだっけ、何時間ぐらいかわかんないけどさ。バスケットとかは多分いや、バスケはやったんですけど、はい、ちょっと前に、はい、ボールいなくなるっすね。え、どういうことですか、ボールいなくなる。だからその学生時代のそのパフォーマンスあるじゃないですか、ド、はいはい、リブルだとか、はい、いなくなるっすね。だから頭ではここにあるだろうみたいな。あはいはいはい、なるほど。気づいたらボールいないっす。一人で動いてた。一人で。エア切ってました。あとジャンプしたら2センチぐらいしか飛べなかったっすね。現役の時はどれぐらい飛ぶ。いやもう現役は多分俺1メートルぐらいは嘘っすけど、うん、1メートルなんですけど、まあそれそこそこ。でもあれでしょ、だから俺らみたいな素人がこうやってディフェンスしたら気づいたら、あ、もうそうなるみたいな。調子いい時はなんかリング届いてたもん。
まあ、指先ぐらい。すごい。調子いいとき。だからもう。すごい。夏が見えなくなる側だったのに守ってたら、今は、まあ、自分がボール際見えなくなる。もうなんかネットすら届かないです。すごいっすね。やめてからどれぐらいの期間？いやもう10年ぐらいからです。幻の10年だ。幻の10年です。空白の10年がある。10年グラスしかもう握ってねえっす。その10年後グラスも消えますよ。グラスしか握ってないっす。すごいな。フルボトルでカタカタしてますよ。フルボトル持つっつっただけでやばいっす。たまに女の子にやらせてるもん。やらせてるっすね。それプルプルしたいから2ボトルは開けられ、うん、あの重いから無理。入れるのはいいけど2ボトルは重いから無理。お前が入れるって言ったんだから。最近のホトさん鍛えるの流行ってる。あー流行ってるね。でもなんかジムとかですか？なんか行ってジムとか趣味とかでもなんかあれなんじゃない、運動系とかを。だからサッカーとかもバスケとか本当にやってるんすかね。言ってるだけじゃない。スポーツとか結構やってないですかね。ああ、やってるイメージだよね。はい、そうだから自然になんかそうやってさ、こうこなしててついてる筋肉はまあかっこいいなと思うけど、こう見せ筋で鍛えてる人ってどうなのかなと思う。はいはい、はい。あれって何なの？まあなんか美学じゃないですか。はい、男としてみたいな。ナルシストのね感じでしょ。自信つくって言いますからね。筋肉をつけるとなんかこう自信持てるみたいな、そのなんかこう消極的な人でもなんか、うん、筋肉つければなんか自信持って話せたりとか、うん、まあ、社会出れるみたいな感じで聞いたことある。確かに。だってあんまイケてなかったやつ筋肉ガチガチついたらちょっとなんかしゃしゃってくるし。ああそうです。ちょっとあれっつって生きりますよね。生きってくるでしょ。なんかちょっとなんか風切って歩く。風切って歩き出すから。いる。みんなの趣味はとか来てますけど。趣味を聞いたことないですね。だから俺その話振られたら俺一人だけ喋っちゃうよ。いやもうあのルイさんも多分みんな分かってるんで。すいません。逆にルイさん釣りです。釣りの話。どうせ釣りの話。どうせって言うな。どうせ。あやと何なの？僕はスノーボードです。もう冬季限定じゃん。まだ行けるところもあるよね。いやでもやばかったっすね。はい。あ行ってきた。いやなんか。お父さんからサメ送られてきたんですよ。あー、これやべえ。山剥げてた。はい、もうやばいっす、ほんとに。釣れるとこないみたいな感じ。ちょうどやばいよな。でもサーフィンとかはやんないんだ。サーフィンはやったことないですね。あ、ナツさんは何ですか？その、まあ、趣味的なもの。趣味ですか？はい。いや、もう多趣味すぎですね。あ、なるほど。いろいろある。一つに絞れない。絞れないです。まあ、1個だけあげるとしたらないもうさっきからリクエストがもう流れてるな。なんかやりたいんですけど、はいはいはい、なんかそのいろいろあるじゃないですか、はい、やりたいなんですけど、はいはい、まあ、1個に着工できずなんか家でできる方がいいですかね、こうどっか行ってやるとまあ家で、うん、家狭いからな。でもなんかギターとかなんか家でもできるじゃん。やばいっすね。例えばですか。弾いてたらいいね。サックスやりなよ、サックス。家じゃ絶対できない。サックスいましたね、誰か。なんか誰かいましたね。一人いましたね、サックスやるって言った人ね。でもなんかそのずっと宅で流されたっすね。なんか YouTube で YouTube のめちゃモテサックスっていう YouTube のなんかそのサックスの音楽かけながらなんか普通に下ネタの話がしますから、ね、BGM 店の BGM バーって流れてるじゃないですか、うん、結構音量大きいじゃないですか、はい、それをかき消すぐらい大きい音のスマホでめちゃ持ってサックスってやつなんですよ。もうなんか俺だったらもう自分でトントンして抜けるよ。一生なんかルパンのテーマみたいな。エンディングの方とかで流れる緩い感じの緩い感じをどうしたらいいか分かんないですね本当に。いやもうめちゃモテサックスってめちゃモテって書いてある時点でもうなんかでしかもなんか違うそのサック吹いてる人なんか普通にしてればあんまかっこよくないと思うんですけど、はいはい、まあかっこいいですよ。サックス吹いてるのはあと多分カメラワークがいい。カメラワーク技術面でプラスされてる。確かにめちゃモテだなって思ってそうもうカラオケでいうところのちょっと加点みたいな感じ。そうですね、多分、うん、顔で弾いてる可能性もありますからね。すごいよ。でも春だけはドラムでしょ。俺ドラムとか、まあ、音楽ですよね、うん、基本的には、まあ、まあ全般ね、はい、サックスは俺やらないですけど、うん、音楽は好きですね。それぐらいですかね。ドラムは家にあの実家の方にあの電子ドラム何個かは、あ、いや電子ドラムとかガチ
あのガチの方なんですけど、ちょっと、うん、あのなんていうんですかね、あのパーカッションみたいな音が出る、玉パールですね、パールですね、パールの方で、パールの方ですね。そんなに詳しくないでしょ。いや、タマはタマです。タマはなんか言いたいんだけど、ゴロで選んでる。そういうのありましたけどね、でもそれぐらいですかね。まあでも趣味今から見つけるの難しいですよね。いや、きついですね。なかなかこう、ないですからね。でもある人とない人だったらやっぱある人と喋ってた方が楽しくない。でもルイスさん釣りだけで、釣りだけで、だってもう今俺の話出ただけでもうすごい、もうだいつ切り込んで話していこうかと思ってだってルイスさん釣り、まあ趣味ってやっぱこう、まあ、周りにもこうなんかやっぱ、うん、やろうよみたいなあるじゃないですか、うん、面白いからみたいなプレゼン伝わってこないですよ。じゃあなんかさ、例えばだけどね僕も話聞いて一回やりたいと思う。俺も一回もないです。申し訳ないけど俺も一回もない。でもさ、なんか例えば自分の好きなことってやっぱやり始めちゃうと止まんないと思うの、簡単に。だからそれが趣味だと思うんだけど、例えば家の模様替えをいきなり共有にしたくなるときってない？これなんか血液型で分かれるか分かんないけど、たまたまなんかテレビ台を掃除してたら、これなんか一回どかしてやんないといけないなってなって、でもここにこれが物があったらあれだなって言って、気づいたら家中自分の部屋を模様替えしてるみたいな。まああるとしましょう。そうそう。だからそう、そう、はい、そう、だからそれ何の話してる？だからそれって例えば次の話ですよ。そうそう、だけどだから次の話、分かりやすく、分かりやすくよ、みんなが。はい、そうだから、だからほら物事勝手に考えてさ、想像しながらやることって楽しいじゃん、うん、それの延長上はなんか考えながらやるものなの、釣りって。ただ糸垂れてればいいわけじゃなくて。そう、わかるかな、わからないかな。ね、やりたくないってわかるよ。いや、1分にまとめるとこういう感じなんだよな。なんか最初にきっかけあったんですか？なんかでも、まあ、あ、ま、もともとやってたんだよね。でも小学校の時に教えてもらって、幼馴染に。いやでもそうで、なんかそっからあれですよね、そういう小学校の、うん、いやなんか小学校の時に、うん、あの川で釣りしたんですよ、うん、はいはいはい。あの小学校も3、4年生ぐらいで、うん、で、まあルアーとかなんかスプーンとかちっちゃいやつだ、うんうん、で、まあキラキラするやつね、キラキラするやつ、ちっちゃい小魚釣ったりとかしてたんですけど友達がなんか土地狂って、うん、なんかこんなでっかいワームつけて、あ、投げてたんですよ。そんなバスもいないようなところですよ。うんうん、何してたんですかね、こんなでっかいワームつけて。いや、これぐらいのワーム、そう、これぐらいのワームなんて、いや、って思うでしょ。釣れるわけなくないですか。いや、釣れるんだよ。釣れるの。だって、ワーム以下ぐらいの魚しかいないですよ。そう、でもね、ちっちゃい魚とか、すごい元気。それは釣れないの。それは絶対釣れないじゃないですか。なんか、あ、いや、これぐらいの魚がいるとするじゃん、ちっちゃい子、元気なまだ子供の、はい、それと同じものの大きさにも食いついてくるからね。知らないでしょ。お、もうあっと言わせるよ、今日は。いや、もうある意味アットしてます。ある意味アットしてます。おい、3人、4人中3人がアットしてるってなったらもう視聴者もアットしちゃうから。しちゃってるんですよ、多分5、60人ぐらい。ほら、もうええわって。50人ぐらいは多分チャンネル変えたっすね。そんなにっすか。釣りはな、なんかないな。釣りだって俺、あの視聴率、視聴率、視聴率、視聴率大丈夫。引かれないっすね。本当に引かれないっすね。あとなんか永遠できるじゃん。なんかもう年取っても。あ、まあそうですね。もうめっちゃディスられてる。めちゃめちゃディスられてる。いやもうでも、にし、いや、あはは、ゴブゴブじゃん。ゴブゴブのゴブが長い、ないっす。参道とかがないっす。あ、参道ないっす。でも俺は唯一、名前呼んでくれるだけど、唯一、海釣りでお魚食べたいっていうんであればまだちょっとわかります。あー、目的が食べる。海魚だったら、はい、まだわかるんですよ。でも、うん、ルイさんの場合、川ですから。そう、食べないんだよね。スポーツフィッシング、ね、そうなんですよね。だから俺もなんか元々最初スポーツフィッシングって聞いたのに、スポーツフィッシングってなんだと思ったけど、はい、まあ普通になんか、まあそのなんか考えて釣るっていうことが大事かな。うん、そう。でも逆にさっき言ったこんぐらいでかいなんかワーム、ブニブニしたやつ、はい、あれでどうやって釣ろうって考えた時に、
でもあれを釣れる方法があるんだよね、やっぱそう、あれをなんかただ浮いてたらあれだけど、こうブニブニさせた方法を変え、重りつけたりとかいろいろする。そう で要は騙せたらすごいなっていう。ありがとうございます。ありがとうございます。もう大丈夫です。なんだよ。この後ちょっとなんか居酒屋ちょっと長いもん。この3人まだ釣れてないじゃないですか。この3人がまだ釣れてない。巻き絵が弱い。巻き絵が弱い。4人いるのに俺ソル活動やだよ。もう全然釣れないそれ。本当にハリンだけ垂らしてるだけなんですよ。リスナーも連れてません、やかましい。まあ、でも好きな人いるんですかね、まあ、男性の人も見てるらしいんだよね、もしかしたら。あ、でもそうかもね。釣りか。おお。ないっすね、釣り。なに、釣り食い食い、釣り食い食い、ほら、釣り食い食い、あ、お釣り、釣りって名前になってる。サクさん、釣りやられます？はい。あ、やるんですか？ほら、昔に。海釣り。おあ、ほら、もうこの県内に2人いたらもう ほとんど占めてるからね。いや、そうなの、うん、そうなの。え、でも、本当にもう一つの方が、あ、全然やらないです。あ、水ちょうだい。水、あ、もう、え、これあんまやらないんだな。あ、うん。あ、でもあれですか、夏さん、あれじゃないですか、あのサウナとかは。いや、サウナも趣味というか、まあ、あれです、健康志向。いや、すげえ絡まれるっすね。え、あ、本当ですか。サウナ。男の人多いよ。いや、まあ、めっちゃ絡まれる。その場所じゃないですか、その、多分。あ、その、この、なんていうか、多分。いや、だからそれ、絡まれやすさはピカイチだですね。サウナの中で。サウナの中。それ、仲いい。いや、仲良くない。知らんですね。初見ですよ、もう。おい、兄ちゃんの新規のおっさんですよ、新規のおっさん。新規のおっさん。新規のなんか、ちょっとね、あの、うん、お絵描きしてあるおっさんとかめっちゃ、やっぱそっち系なんだ、うん、だってあの俺とまあレイチェルと、はい、リオンで、はい、3人でこう行ったんですよ、はい、サウナ、はいはい、そしたらこうまあ段になって座るじゃないですか、はい、で俺ちょっと離れて座ってたら、うん、変なもうハゲたおっさんが来て、お兄ちゃんなんか水商売かみたいな言われたんですよ。はいはい、うん、はい、お前は売れてねえだろって言っていきなり唐突にっすよ、別にポストも絶対やったことないような人に見切られた。すごいな。めっちゃいきなり言われて、いや、すみません、売れてないですみたいなことを改めないようにこっちをしなきゃいけないじゃないですか、はいはいはい、そうですね。そしたら、あのチラッと見たらレイチェルとリオはクスクス笑ってるんですよ。俺じゃなくてよかったみたいな。で、なんかそしたらあのいきなりなんか、お前は売れてないんだから、うん、売れてないんで、もう売れてないやつになっちゃってる、はいはいはい、もう、じゃあ筋通さなあかんぞみたいな。筋筋を通せと、すべて。何の筋嘘はいけねえとか、なんか、あー、なるほど、筋を通せみたいな、すごい言われて、はいはい、お前色恋できんのかみたいな。余計なお世話だったな、すいませんみたいな。マジでなんか、ガンガン言ってくるから、どうしようと思って、あ、言葉をうんうん、減らしていこうと思って、はい、喋ることなくしていこうと思って、はいはいはい、そうなんですよねみたいな、なんかあえてこう便乗しないです、はい、だからもうそうなんですよ、無言の空間がちょっとですですですみたいな、ですですみたいに言ってたら、あのどんどんやっぱ向こうも喋るこの引き出し減っていくんで、はい、それでやっつけるっていう。だからそこで変にね、なんか逃げるのもあれだもんね、尺に触るもんね。そうそう、いきなりなんかサウナ出てもなんかこうこのクソガキみたいになる。それで俺こっちはもう自分の中で決めてた時間の10分以上はもうサウナで言いましたからね。早く出るやこいつと。いや、それはそれはごめん、すごい迷惑ですね。嫌ですね。きついっすね。であともう一個あるのがサウナだから、うん、あのまあそして団体でこう、まあ、そっちの、うん、はい、のお方が5、6人でいたんですよ、うん、うわ、なんかこう出るのも気まずいなみたいな、うん、入ってこられちゃったんで、はい、途中でで、まあ、テレビとかあるんですよ、モニター、うん、で、その、それはなんかワイワイ話したらいきなりバッてもうその団体がこう静まったんですよ、うん、なんだと思ったらみんななんかテレビのスパイダーマンにやたらと夢中だったんですよ。あのアメリカ、アメコミの方のスパイダーマンとか、はい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 、
あるじゃないですか、はい、あれにめっちゃ全員で首付けだった。笑っちゃいますね。ちょっと笑え、絵が笑えたっすね。めちゃくちゃ和彫りのいろんななんかこう怖い硬派な硬派なもの入れてるのに、アメコミのスパイダーマンでみんな出社してるっていう。それは笑っちゃいますね。あ、これすごい絵だなって。あ、それはちょっとおもろいですね。俺が笑っちゃいます。すごいね。もうコテコテの守りですから出てんのに、アメコミのやつ。それちょっとおもろいですね。ちょっと笑ったんすね、あれは。あ、じゃあ一旦 CM どうぞ。はい。ホストなめんなよ。掃除なめんなよ。タバコの火なめんなよ。すごいじゃん、すごいじゃん、すごいじゃん。自分のことばかり考えてた俺が、今お前のことばかり考えてるんだ。運命の人と出会うならイオンインク。やっぱやべえな、イオンインク。イオンインク。よいしょ。道悪いんだよ、歌舞伎町。道がある。まあ、最近うちのグループ走るんですかね。みんな走るんですかね。統一、統一で。これはもうどの坂道が一番傾斜角度が緩いか、これ測ったことありますか。全力坂じゃない、全力坂だよ。なんか全力坂じゃないですか。なんかアイドルがなんか走る。どこが一番、ちなみに歌舞伎町の中であの坂使った、きついのはやっぱ あのパリジェンヌのとこ。あの、やっぱり無理会館のとこが一番傾斜角度が。だってさ、最近さ、あの、なんだっけ、こう、なんだっけ、にゃ乗ってさ、体重でこうやってあれ移動するやつ。セグウェイですか。あとセグウェイ、みんななんか乗ってる人多くて、まあまたちょっと減ってきたけど、パリジェンヌの坂道。え、マジ登れない、登れない。あそこで、あそこでじゃあ、遅くなってるやついたもん。でも、歩いたもんね。でもどうやろうじゃん。ダッサ、ダッサいな、ほんとに。でも、世界ちょっと欲しくないですか。まあ、あったら面白いけど。俺、あれって、地元帰るのがちょっと夢なんですよ。地元の駅で、あれ乗ったら、多分みんなこいつなんだって。地元であれ乗ってる人絶対ないんで。いや、いないでしょうね、多分。だから、リアクション見たいなと思って。まだ、あ、埼玉とかがいいです。はいはい、僕秋田の砂利道しかだから走れないですよ。家とかまで壊れちゃう。砂利道しかない。タイヤが壊れちゃう。砂利道しかない。あと多分おばあちゃんとかおじいちゃんびっくりしちゃって死んじゃうかもしれない。本当トム。それこそ本当バックトゥザフューチャーのみたいな話だよね。勝手に砂利道こんなやつ。あはい、押し車みたいな。押し車、あれ何なんですかね。え、あれだって一家に一台はあるっすよ。あれおばあちゃん散歩してあれに座って休んだりもするやつ。あ、まあ多分座ったりすると思うんですけど、もうびっくりするっすね。本当にあるよね。どの家庭にもやっぱ玄関の横っちょにあるっすもん。で、昔のなんか家とかだと、まあ俺も実家ってか、そのおばあちゃん家が金沢で、はいはい、そうで、やったらさ、入り口っていうか、その玄関広くない、土間みたいになってて、だから そこによく置いてあるんだけど、おばあちゃんが帰ってくると、それが要は入り口にさ、あのバリアフリーじゃないから、でっかい柱みたいなのがあって、要はまたいで入るんだけど、はいはい、それがあの家玄関に入らなくてガチャガチャやってるの。入らない。そこの玄関に土間に置きたいんだけど、それが入らなくて帰れないみたいなのが。あの普及率はやばいな。田舎のあのこれ東京に住んだことある人だと分かりづらいかもしれない。そうですね。もうびっくりするですね、もう本当に。スマホより普及してるんだよ。おばあちゃんの、おばあちゃんのスマホよりやばい。絶対あるんですね。すごいですね、それも。やばいですね、もう一家にもすごいっす、あれは。びっくりするぐらいですよ、変な車みたいな。だって、ゲートボールやってるおばあちゃんもあれで来るからね。でも、健康なのか。疲れてる、本当に。
押し手押し車。そう、手押し車。なんていうんですかね、あれ、うん、商品名がわからない。商品名わかんないですね。なんていうんですか。だから逆を言ったら、あれどこに売ってんのって話にもなるんで。ああ、そうっす、ね、見たことないです、売ってるところ。だってドンキとかもないですよね、うん、見たことないですもんね。な、何屋に売ってるんですか、あれ、そもそも。カタゴライズがわかんないです。車屋ですか。車屋。トヨペットとか。トヨペット。通販じゃん。ガリバーとか、ガリバーとかの中古で、中古で手頃なやつ。カローラとか。なんか50過ぎになると勝手にくれるんじゃないですか。お下がりが来るとかじゃないですか。あ、もらい物ってことですか。もらい物だよ、なんか。そうなのか。どうなんだろう。どこ売ってんだろうな。売ってる場所がわかんないですよ。場所がわかんないです。いくらかよ。いくらかわかんない。意外と高いんじゃないですか。高そうですよ、ね、意外と高いんじゃないですか。まあ、あれに犬とか入れてるやつとかいるっすか。やばーっもしあれだったら別にあれにさ紐つけて、まあ、座れるんだったらさ犬つけてソリみたいにさ引っ張ってもらってさ、ちょっと大型犬のね、ちょっと2匹から4匹ぐらいいい感じのやつ、なんか北海道みたいな感じになる。引っ張ってもらってあれ町のサンタさん。本当に噂立っちゃいます。噂になっちゃう。その辺のちびっこから絶対いじられる。お前ちのおばあちゃん見たよ。だいぶ言われますよね。なんて受けるな。田舎いいですよね、でもね。田舎行きたいですよね。あ、そうですね、ちょっとそうだ、イベントの告知だけ先に言っておきますか。4月の、4月とのイベントがありまして、4月の出てこない、出た、4月7日、制服イベントとなります。ちょうどね、シーズンが入学式シーズンということなんで、まあ、乗っかろうかなと。はい、皆さんで制服を着て、おもてなしさせていただきますのでお願いいたします。そして、14日こちらですね、バトルイベントとなっておりまして、平成のホスト VS 昭和のホストで、売り上げ対決をさせていただきます。で、まあ、負けた方のチームには、まあ、罰ゲームといたしましてちょっとあるみたいなので、はい、それもお楽しみにしてください。さあ、そして、4月の21日、山崎春の〇〇祭り、はい、こちらはですね、まあ、ちょっとグループに分かれてちょっとしたおもてなしをさせていただくと思いますので、まあ、お願いいたします。はい、平成組だれ、平成組だれってより多分昭和組を上げた方が流行るかもしれない、これ。そうだね。ほとんど平成組ですもんね。そう、だから今見てる人からしたらあれかもしれないけど、まあ、昭和の方が多いんじゃないかと思うかもしれないけど、昭和の方が不利だからね、みんな助けて。いや、ほんとそうですね。昭和、昭和、え、だからここの、ここの3人、そこで、そこで、あの壁があるよ。あ、え、どっちか昭和なんですか。ここに、今、あと帝が入る、うん、4人だけですもんね、うん、ギリ昭和。いや、ギリっていうか、もう昭和は昭和だから。ギリ昭和。いや、もうワンチャンなんか平成もあったよみたいな。いや、だって俺と同級生は平成だ。ちょっとでも若いから聞こうとするなよ。元年もう諦めてる、ちゃんと腹くくれ。腹くくれ、昭和で。そう、元年4対10何人って結構しんどい。いや、そうだよ、ほんと4対10なんて、ちょっと、うん、喧嘩だったら絶対負けますからね。4対13、まあでもまあちょっと頑張ろうかなと思ってますけどね、うん、まあちょっときついって言ってくれる人はじゃあもうぜひともじゃあ来られていただけれますよ。もう必ずもうその時来た初回はこの4人が取りますので。ありがとうございます。もう飲み直しは覚悟で来て、覚悟で来てくださいこれ野球賭博とかでも言っちゃダメですよ。野球賭博なんか捕まりましたね、なんかね、またね。え、あ、またそんなん出たの。なんか出たみたいですよ、巨人のね。あ、巨人、俺はあんま野球詳しくないですけど。あ、やっぱ詳しいんじゃないの。野球、渡辺会長なんかクビになったっすよ。あ、鍋つね。はい、あ、クビになったの、辞任じゃなくて。あ、辞任の方ですかね。あ、やめたよね、でも。はい、やめましたね。ちょっとだけ連れてしまえ。あれ、その不倫相手5人中の1人ですか、これ。見てくれてるんですか。いや、マリアフリーじゃねえから。マリアフリー。うちマリアフリーじゃないから。確かに。まあ、なんとかします。おばあちゃんみたいな。おばあちゃんみたいな。入れない。入れないけど入れない。
まあ、なんとかしますので来ていただければ、はい、大丈夫です。乙武さんでも、はい、ご来店お待ちしてますので、はいはい、こういうのネタにするやついるんですまあまあですよねまあまあですよね。乙武さんあかんあかんですね。これはちょっとね、あ、引っかかっちゃうんですね。引っかかっちゃう。あんまりやると、ね、ガチャ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 。本当に来たらびっくりしますけど、ね、確かにね、やばいですね、まあ、今本当にあれじゃないですか、外出れないでしょうからね、うん、家でこういうのもしかして見てるかもしれないですよ。でもホストクラブに来てたら誤解されんのかな。やっぱ歌舞伎町にいるってなっちゃうと、なんか女の子のとこで遊んでるってなっちゃうのかな。まあ別に遊ぶ分にはいいんじゃないですか、ね、俺もいいと思うけどね。まあそのだからね、スパイ関係までにならなければまだね、あれですけど、普通に飲み行くぐらいだったら全然ね、うん、俺はいいかなと思うんです。まあ今それなんかシビアなんでしょうかね、やっぱね、ちょっとね、時期が時期ですから、ね、飲み屋だったら問題ないんじゃないですかね。ですよね、全然俺はいいと思うんですけどね。スキャンダルならないんじゃないですか、はい、飲み屋じゃないですか。飲み屋ですかね、うん、ただの。確かにね、外歩いてたらあれかもしれないですけど、うん、一緒にこうなんかあれ同伴だったりとか、うん、だったりかもしれない、はいはいはい、中で飲んだったら問題ないんじゃないですかね。みんな初めてお酒飲んだのいつって聞いてますけど、いつ頃ですか、覚えてます。俺多分中がっつり飲んだの多分中2とか。あ、俺も中2だ。俺中2のなんか地元の祭りとかじゃない。俺高1ですね。あ、ちゃんと飲んだの。ちゃんと飲んだのは高1ですね、うん、でも美味しいと思ってないで、むしろ嫌いだったんですよ。うん、わかる。で、タバコやめてからお酒始めて、お酒の味が分かるようになりました、ね、うん、そっからなんで。皆さんどうですか。でもその時多分その中2とかに飲まれても美味しい感覚で飲んでないと思うんですよ、うん、なんとなくこうノリで飲んだみたいな。意地ですよ、ね、意地ですよね。だから美味しい環境はかっこいいとかで環境とかもあるよね。なんかそのバイトを始めて、バイトのなんか飲み会に連れてかれるとか、うんうんうん、俺最初に二日酔いって言いたいみたいな。二日酔い言いたい。二日酔いを言いたい。中二病みたいな感じ。わかるっすよ。あ、やべ、昨日飲みすぎたんだよねって言いたいだけ。ちょっとあれですよ、かっこいい、ね、大人になりたいみたいな感覚なんですかね。ちょっとブラックコーヒーを飲んでみるみたいな。無理してブラック。最初ね、二回だけなの。あれといつ頃なの。僕は中学2年生です、ね、中2なんだ。はい、まあ、みんなでもなんかここはじゃあ一緒、皆さん中2ですよ、うん、俺だけ高1ですね。俺なんかあんまりあれでしたね、なんかそのそういう環境あんまなかったですよ。あ、ほんと。僕もただルーキーズに憧れてたんですちょうどその中2の時にルーキーズだったんで、僕野球部だったんで影響がやばかったですね。ルーキーズ、ルーキーズ、あ、ルーキーズか。アルキーですね。面白いね。あ、アニメの方。ドラマじゃないですか。ドラマの方。アニメ。アニメ。漫画。俺らだってろくでなしブルースとか。そうだ。だからもう絵はわかるもんね。絵はわかる。絵はわかる。絵はわかるもん。いや、面白いです。漫画とかも。あ、面白い。ドラマも面白かったよね。あ、ドラマ面白かった。あ、クローズとかもね。そうですね。面白いですね。すごいハマった漫画とかってあります。この前もちょっと聞いてたんですけど、いや、クローズとか面白かったな。クローズ、クローズのハマって、やっぱ喫茶店に行くっていう。あ、そうなの。喫茶店でカレー会議しますもんね。そう、カレーを食うなんか、それをなんかたまるって言いたいでしょ。パフェ頼んでみたい。みんな影響されますよね、そういうの。いや、もう、あったっすね、やっぱ電柱ケチだっすね、俺も。クローズのキャラクター、ゼットンってやつがいて、それは。電柱揺らしたりするの分かります？電柱ケチだっすね、俺。すげえ。あやとは詳しい人がいる。パルク&デンジャラス。あ、あ、ほんとだ。ほんとだ。テッションの死に方迷わなかった。中途半端な死に方。なんか、惹かれるっていう。あやととかどうですか、その。いや、漫画ですか、うん、いや漫画好きなんですけど、うん、一番、なんだかんだ鉄板でワンピースとかですかね。あ、やっぱそうなの、はい、見てるの。ワンピースうち全巻あります。あんまこう見てるよっていう感覚の話聞いたことない。あ、多分あんま言わないです。あんま言わない。僕結構全巻買って満足みたいなのがある。あ、読んでないのじゃん。いや、一応全部読んでるんですけど、なんか結構、あ、空いてないやつとかありますね。結構漫画めちゃめちゃオタクで、
なんかもう開き方とかこう開くやつとかめっちゃ嫌いなのだから分かる、マックみたいにするやつ、それ分かる、こういう風に読んでほしいんですよ、こういう開かない、それすっげー分かる、で絶対漫画もカバー、クリアカバーみたいなのつけます、結構マメだね、あの満喫になるようなやつってことですか、全部つけてます、もうあの、なんていうの、なんていうの、ちっちゃいさ、なんかあのなんていうの、あの帯、あ、帯、帯、ちゃんとつけてます、ちゃんとつけてます、俺帯は捨てる派だよ、あ、マジっす、帯は捨てる派、帯は捨てる派、僕ちゃんと、あとあれっすよ、なんか普通にポンと置いておくと膨らんでくるじゃないですか、あれちゃんと潰すためになんか上とか重し押してこうやって収納してあります、漬物にする感じ、漬物にする感じ、本当にやったら、ね、本当でも常に新品な気分で、常に新品な気分で僕もうすげえ、そこまでしてんの、もう漫画やばいっす、漫画やばいっす、毎日ってもなんか見れないじゃん、なんかこう気軽に、あ、本当です、だから友達とかにも貸すときに、え、お前分かってるよねって言います、それが嫌だったら貸さないよって言います、分かってるよね、やばいよね、そんなに綺麗好きなの、いや、漫画だけっす、なぜか漫画だけもう絶対もうこう言って読めこれ読んだ気になんないじゃん、これ僕なんかみんな漫画寝ながら見る、だからこれ嫌だよね、もう絶対もう、ね、ここであのこう置くときに、うん、なんかしおり返しておりがわりに あれとかは腹立つすごい、うん、まあまあ、漫画読みながらお菓子とかももうほんと殺してますよ、なるほど、油ついた手でほんとふざけんな、漫画僕やばいです、ほんとに漫画だけは譲れないですね、すごいね、初耳だったわそれ、やばいっす、僕すごい、はい、一番喋っとるやんすごいんだけどそれ漫画はやばいっす、絶対許せないっす、分からんではないな、はい、マジで、ルイさんどうですか、好きになった、もう俺を多分前回話したけど、まあ、スラムダンクはなんかねハマったね、まあ、あれはもう、うん、一家に絶対、でも最近なんか二十歳の、まあ、例えば女の子とかでなんかそういう感じのね、重ねてさ、スラムダンクネタで喋ると何それって言われるときに、知らなく知らんすか、知らない子が出てきたね、あ、それよりあれか、黒子のバスケットか、うん、そっちの方なんですかね、多分そっちだと思う、はぁ、ちょっとそれの時に俺、なんかわかんないけど 100% でディアボーイズ知らねえっすよ、そいつら知らないよディアボーイズ、ディアボーイズなんですかほら、もう、あ、そっち側になってる知らないの、お前そんなこと言うと本当にポテトチップで、いや俺触るからな、いやもう本当怒りますよ、怒りますよ、ディアボーイズ知らんの、ディアボーイズ知らない、何音楽ですか、バスケ、バスケ、うん、マジっすか、マガジンだっけ、アヒルの空とかもなんですよ、ああそっちの、あれ月刊ですね、しょ、アヒルの空俺知らない、あ、マジっすか、月刊のですね、あ、アヒルの空はほら週刊のマガジン、はい、ディアボーイズ、ディアボーイズ知らないの、全然知らない、ちょっと面白いよ、あ、本当ですか、じゃあ前回今回、いや、多分最初見れない、あ、マジ最初きつい最初きつい最初きつい、今シーズン3ぐらいまでいってるはずなんだけど、あ、まだ続いてるんか、シーズン1やばい、へもう、あの、女子漫画みたいな、うん、スラムダンクもでも一番最初の方はなんかちょっとギャグっぽい感じですよね、まあ、途中からちゃんとあれになりましたけど、僕はね、まあ俺もドラゴンボールとか好きですけど、ドラゴンボール知らない人多いですね、見たことない人とか、いや Z から知ってる人とかが多いかも、ね、あ、そうですね、うん、ちっちゃい時知らないって言いますよね、うん、あいつ知らんでしょ、ドラゴンボール僕知らないですね、有名なあのギャルのパンティーをくれはドラゴンボールの方だもん、そうですね、俺らも再放送で見てぐらいだったな、ちゃんと見たのは、そこは最初の方面白いですよね、いや、おもろいですおもろいです、全く知らないでしょ、僕でドラゴンボール全然カメハメハくらいしか知らないです、ほんとにそもそも地球がもうグラグラグラみたいになる程度は思えないからね、はい、もう全然僕最初だって悟空はじゃんけんで戦うんだよ。そうだ、じゃんけん。じゃんけんポンだ。じゃんけんポンで敵倒すの。あ、そうなの。グーチョキパーで倒すの。本当だよ。もうマジ、うん、なんか強そうじゃない。どっからカメハメハとかになるんですか。なんか教えてもらう。そう。で牛乳瓶と牛乳配りながらこう。ジグザグに。ジグザグに。カメの、カメ仙人のコーラ背負って。あの、ジグザグに来いちゃって、それでカメハメが打てるようになるんですか、だから、なんかあそれでじゃないけどそれでじゃないけど修行の方法が昔、今と違うね、なんか、
石に亀って書いたやつを森に投げられて、それを探しに行くんだ。クリリンと悟空で探しに行く。最初クリリン一重だからね。鼻ねえのは変わんないけど。一重だからすごい性格悪そうなの。しかもあの賄賂でなんとかしよう。エロ本投げる。オーリンジ出身ですよ。オーリンジ出身。じゃあ一旦 CM どうぞ。三年 A 戦組シャンパン入れてシャンパン入れたことあるやつないです。帰れ。コツが浮かぶやつ潰して下ろします。バカ野郎。あ、二人再放送やってるじゃないですか、うん、あれ1回放送するごとに鳥山明で20万入るんですよ。1話ですか。1話で聞きました。1回の放送で20万入るって言ってました。やっぱだから、ま、どっかしらやってるじゃないですか。再放送でも同じなの。再放送でも同じです。聞いたんですけど、なんかその、まあ、アニマックスとか、うん、あれでもやってるし。あ、やってるね。だから1回の放送で20万の権利はもう持ってるらしいです。ボロ儲けですよ。めちゃくちゃ金持ってないですよ。困らないっすね、マジで。本当にドラゴンボール7つ持ってますよ、あの人。願い事叶ってますよ、何個も何個も。いやもうそうだよ、ほんとすごいです。すごいやばいっすよ、やばいっすよ。で、その他にもまだ書き続けてる。まだ書き続けてる。ドラクエなりドラクエだったりとか、うん、なんかいろいろありますもんね。うん、すっごいらしい。だってえげつない金持ってるらしいです。だからあの、名古屋の市長さんがなんか鳥山明に名古屋にいてくれって言って、あの、うん、家がな鳥山明邸ってなんかお城みたいな家があるらしいんですけど、なんかそのすごい多忙だった時にその編集者の人が名古屋まで来なきゃいけないから、うん、時間がかかるから東京に住んでくれって言って、うん、で名古屋市長がその税金落とさなくなるから、うん、やめてくれってもう口論になって、結果あの鳥山明テーマで高速道路作っちゃったんですよ、空港から、でそれをなんかネタに詰まった鳥山明が大胆にしたのが、死んだ悟空を走らせたその海王様の、ああ龍のね、龍の道は、あれはその高速道路が元になってるらしいですね。へえ。だから海王様の声ってあの予告の声じゃないですか。そうそうそう。だからモデルが鳥山明らしいです。へえ、そうなんすね。やばー。すっごいです。めちゃくちゃ金持ってます。すげえ。高速作っちゃった、高速作っちゃったらしいですよ、名古屋の人が。もう分かったっつって高速道路作りましょうすげえ。やばいよ、マジ。スケールがちょっと違うから。年収ちょっともう本当働かなくていいよね、うん、子供の代とか。え、だって毎週20万じゃないでしょ。だって毎週20万じゃない、もう1回が20万ですか。だから30分番組とか。そう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 、まあ、どことでやってるじゃないですか絶対、うん、全国下手したら世界ですもんね、うん、そうですね。まあそれで、ね、今なんかちょっとねお話聞きましたけど、全カラー版のやつがね出てるらしいんでね。完全版ですか、出てるらしいんで、ね、すごい金入ってやりたい方だよ、ね、しかもだって外国にも流れてさ、外国でさ、巻き替えになってるけど、はいはい、あれも買ってもなんか買ってもらっても入るわけでしょ。そうですね、おそらく。すごっ、すごいです。すごいの。こんな顔だな。あ、本当。しかもあの顔が割れてないですから。ああ、そうですね、はい、だからもうなんかいつもなんかガスマスクのなんか機械的な、機械的なやつですよね。あのちょっと見開きのここに書いてある。見開きのなんか手があのなんか UFO キャッチャーみたいなやつレゴっすよ、レゴレゴ、レゴ、レゴ。アメリカの方には出てきたりするよね。あ、出てきますね。あんまりなんか好きじゃないらしいですけど、ドラゴンボールは鳥山明的にあんまり記憶にないみたいな感じらしいです。書いたことあんまり覚えてない。売れちゃったみたいな、一人歩きしちゃった感じ。そうですね、多分おそらく。漫画描くしかないっすね。漫画描くしかないっすね。この前なんか席で言ってたよね。そうですか。え、俺も漫画描くわみたいな。でもナツさん絵上手いっすから。絵上手くて。絵上手くて。お客さんの席で俺も次。いや、聞き腕じゃない方選手が言った時上手かったじゃん。はめられてる気がする。いやいや違う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 
違う、はめてらっしゃるから。はめてないっすよ。お前のとこ落とし穴ある。はめてないっす、はめてないっす。やばいのでも。でも今からでもやろうと思うようになれますもんね、漫画家って別に。ね、まあ変な話、うん、何歳だからダメってこともないじゃないですか。ないですよね、確かに。むしろ、ね、年齢上の方がいろんなこと関係そうな感じがするんでね。まあだから何が、絵の質も何がうまいとかわかんないもんね。うん。鳥山明ぐらいの旬になったら何するって来てますけど。何します？もう、多分もう何十億とかですよね。もう何に使っていいかわかんない。何に使っていいかわかんない。でしかも漫画とか書いてたらそんなだって世の中出れないじゃないですか。そんななんか多分意外とでもなんか忙しいそうだけど暇はしてないじゃないですか。そうですね、寝れないって言いますよね、うん、2時間とか3時間しか寝れない、うん、でも今寝れてんじゃないですか鳥山明さんは。あーやっぱね、まあ、まあ、分かんないですけどね、今別になんかこうしてないですねきっと。分かんないですけど、まあ、だから要は勝手にお金入ってきてその余ったその時間をどう持て余すかの話でしょ。使っても使ってもでもどんどん入ってきますからね。本は売れるだろうし、アニメはやるだろうし、まあ、グッズとかもグッズもそうですよね、うん、多分あれですから。ゲームとかもあるし。ゲームもあります。ゲームもありますし。じゃあ例えば1億をとりあえず無駄に1円玉にしてみると。金かかるやっぱり金かかる。日本中の1円玉集まっちゃうじゃないですか。どれぐらい加算もあるかなみたいな。あ、それの巨大さで楽しむみたいな。そんな遊びとかしかないですかね。もう欲しいもんとりあえず何でも手に入りますもんね。うん、まあそうだよね。いらないんじゃないですか。いらないんですかね。節約とか ないんじゃないですか、そこまでお金。確かに全部買いますもんね。スケールが違う。1万円とりあえず破く。そんなことはしないと思うけどな。なんかトロフィーの代わりなんですかね、お金は。なんかそこだから別にそう使うとかそういうことではないんですかね。うん、でもあって困るもんじゃないけど、ありすぎてもどうやって使うのかって話になってくるよね、その感じで入ってきたら。うん、でもこういうなんかその漫画 その売れた人っていうのはそのあのなんかこう起こしてもあんまりこう騒ぎ立てられないらしいですね。あ、逆に。あの要はもう出版社に所属してるじゃないですか。うん、だ要はだからあのまあ変な話。どっかの出版社行って書いてもらうときとか、そこで例えばスクープの写真撮られて、うん、どこになったらそこはもう私は編集者だからか、はい、でダメってなるんで、あんまりこう狙われないらしいですね。そういうなんかこうスキャンダルが起こし、でも顔バレしてないやつとかもいるから。あ、そうです、わかんないですよね。全然わからないと思います。じゃあ鳥山明はとりあえずガスマスクでもあれで歩いてると思う。あれで歩いてたらおもろいですけど。なんかウィキペディアで手これ手これ、ね、これレゴね。レゴのこういうやつ。あれで歩いてるの欲しいですね。サイン欲しいですね。あ、でもそうだね、キャバクラとか言って分かってもらえない。だからあのさ、なんか書いてくれたらね、すぐ分かるんだろうけどね。お会いしたいですね、それは牧田先生。うん、なんかもう唐突になんか200万ぐらいくださいって言ったらくれそうですよね。唐突に。え、だからあのなんかこう靴のさちょっと減ったんで、ちょっと1000円、その1万円で埋めたいんですよ。バカにしてますね。さあ、これまでです。OK、じゃあどうありがとうございました。来年度もよろしくお願いします。ぶっている感覚に投げかけるすべもなく、たまり込んだことにすがる何回目の錯覚だ、笑っていたろう、さっきまで使い込んだ仮面をなめ、楽だに紛れ込み死んでしまった順序、ましてや無情なほど溺れているんだよ、息もせずに壊れてゆくこの街で僕らは無力だ。この番組はドランのスポンサーの提供でお送りしました。